はい、どうもこんにちは。旅町歩きチャンネルです。今回は福岡県福岡市に来ています。福岡市といえば言わずと知れた日本有数の大都会であり、九州の中心都市でありますが、今回ですね、福岡市の中心市街地を歩いてみて、その想像以上の都会ぶりや、また都会以外のですね、魅力もお伝えしていこうと思います。この福岡市というのはですね、近畿地方より西の、いわゆる西日本では大阪市に次いで2番目、そして日本全体でですね、東京23区を除いた全国の市で5番目の人口を有するほどの大都会なんですね。今ここに、いるのはですね、その福岡市の陸の玄関口である博多駅なんですけど、この博多駅周辺も大都会ぶりが見て取れると思います。今はですね、駅から博多駅前通りという通り、大通りを歩いてキャナルシティ博多というスポットに向かおうと思います。ここはですね、もう非常に驚くほどもすごいところだったので、後で紹介するんですが、話の続きでですね、その福岡市っていうのは、電車で1時間ほどで着く福岡県第二の都市である北九州市と、一つの経済圏とも言えるわけですね。その福岡市と北九州市の経済圏を合わせて考えると、日本第4の、都市圏ができるわけです。東名阪に次ぐ、都市圏だというところですね。よくですね、東名阪に次ぐ都市群として札仙、広福、札幌、仙台、広島、福岡というのが言われるんですが、個人的にはですね、その中でも福岡が一つ、飛び抜けて、規模的に上なんじゃないかと思っております。また福岡市はですね、現在も、人口がですね、増え続けている、珍しい都市、市でもありまして、今後もですね、さらに賑やかになっていくというところでございます。また空港もですね、福岡空港、これ福岡じゃなくて博多駅からですね、地下鉄で2駅で行けるものすごく便利な空港でしてですね、海外と特に東南アジアとか中国と近いというところもあって、外国人の観光客もものすごく多くて賑やかな街だというところです。で、言ってるうちにですね、キャナルシティが見えてきましたので、まずは、キャナルシティを案内していこうと思います。こちらのキャナルシティはですね、1996年に開業された複合商業施設ということですが、シティというですね、名前の通り、ただ単なるその商業施設だけじゃなくてですね、全体的に一つの街みたいになってるなという感じがしましたね。ご覧の通りですね、ものすごく立派な作りになってるんですが、だいたい博多駅からですね、歩いて10分ぐらいで着くと、大都会のど真ん中にこのような施設があるということですね。でさらにですね、2023年の、3月ですね、福岡市っていうのは地下鉄が走ってるんですけど、キャナルシティのすぐ前にもですね、新しく地下鉄の駅ができるということでですね、さらに便利になるかなという感じですね。これが、キャナルシティの、地図のさらに、一部ですかね、こちらは。なんですが、これを見ただけでもですね、ものすごく、広大なですね、施設だということが伺えます。このキャナルシティの、キャナルというのはですね、英語で運河っていう意味らしいんですが、その名の通り、施設の真ん中にはですね、このように運河が流れていると。これはものすごく僕的に、お気に入りスポットでしたね。運河を見ながら、のんびりと施設を味わえると、散策できるということですね。さらに、今ですね、こちら、噴水が上がっているんですが、時間帯によってはですね、このように噴水のショーがあると。もうこれはまさに、ユニバや東京ディズニーランドみたいなですね、アミューズメントパークのようなですね、楽しみ方もできるということですね。
こちら今ですね、音楽なくしてるんですが、有名な曲と一緒にですね、流されてました。ちょっとですね、著作権にかかるのが怖かったんで、音はなしにしてます。まあ、今ですね、結構雨降ってるんですが、こういう雨の時でも、屋根がね、いっぱいあるんで、気にすることなく楽しめるというところでございます。そして雨も止みましてですね、キャナルシティを出ますと、目の前は博多川が流れています。この博多川を、挟んで、対岸がですね、いわゆる中洲の町だというところですね、屋台の町、そして夜の町としてですね、有名な中洲エリアです。そしてさらに中洲からまた川、こちらは中川ですね、を挟んだ向かい側が、まあ、今でいう、中央区なんですけど、まあ、福岡の町だったというところですね。江戸時代は、福岡の町が、城下町として、そして博多の町が、商人の町として、商業の町として栄えていたというところです。今は博多の町は博多区、福岡の町は中央区となっています。そして少し歩いてですね、こちらが住吉神社にやってきました。住吉神社はですね、筑前の国の、一宮だったんですね。筑前の国っていうのは、まあ、今の福岡県の、まあ、一部分なんですけど、まあ、こちらの、住吉神社というのはですね、古代から国家鎮守や船舶守護の神として信仰されてきたと。中世の終わりぐらいまではですね、こちら、この神社の近くに博多湾があって、この神社が博多湾に面していたらしいんですよね。なんで、まあ、船舶守護の神としても信仰されていると。またですね、弥生時代の青銅製の祭器なども残されていたりですね、古代の歴史もあるというところですね。福岡はですね、古代の歴史も結構面白くてですね、ちょっとこちらの動画であまり触れれるかわからないんですが、また次回出す動画でですね、古代に関する遺跡の場所も巡ったので、そちらも作るんで楽しみにしていただければと思います。こちらはですね、古代力士像っていうのもありましたね。そしてこちらはですね、博多にある川端商店街です。川端商店街はですね、博多で最初に栄えた商業の街らしいですね。130年以上の歴史があると。全長大体400メートルぐらいらしくて、130軒を超える店舗が並んでるというところですね。まあ、こちら、見てわかるようにものすごく栄えている商店街となります。もちろんですね、博多じゃなくて、まあ、福岡はですね、福岡市は、この商店街にも、商店街以外にもですね、いっぱいいろんな商店街があるんですが、こちらの商店街を見るだけでもですね、まあ、地方の都市の、中心商店街と言えるような商店街ですね。これ以外にも、これ以上にですね、栄えていると言ったらあれですが、まあ、そういう商店街もですね、あるんで、まあ、そういうある中で、こういう栄えてる商店街もあるというところでですね、博多の街の賑やかさもですね、ここからわかると思います。さ、そして商店街を抜けてですね、こちらまた先ほどの、博多川ですね、が、流れていまして、この博多川を渡っていくと。すると、その先は、まあ、先ほども言いましたが、中洲エリアに入るというところでございますね。中洲エリアもその中洲っていう名前の通り、博多川と中川に挟まれたですね、中洲島になっているというところでですね、現在では、屋台の街だったり、まあ、夜の街として賑わっていると。そしてこの中洲にはですね、地下鉄の駅見えてますが、中洲川端駅という、駅もありまして、非常にまあ便利、交通アクセスも便利だというところでございます。で、この中洲エリアまでが、博多区、博多エリアだというところですね。さ、そして、またね、大きな川が見えてくるというところで、こちらが、先ほど見た中川ですね。この中川を渡ると、中央区になると。要するに福岡の町に入るというところですね。まあ、先ほどもちらっと言いましたが、博多は、商業の町、商人の町として、そして福岡は、まあ、お城がある町、要するに城下町として、栄えた歴史があるわけですね。
この福岡っていう市の名前を決めるときに、博多にするか、福岡にするか、で、まあちょっと揉めたらしいんですが、市の名前は、福岡市にすると。そして、駅の名前ですね。こちらを、博多駅にするというところで、解決したらしいんですが、まあ、その流れでですね、現在でも結構福岡じゃなくて、この動画でも何回か言い間違えたんですけど、博多市とかですね、福岡っていう名前より、博多っていうのがですね、名前が先に出てくることが多いと思うんですが、まあ、現在でもこの博多のこのネームバリューはですね、ものすごく強いというところですね。博多っていうのはもう一つの区に過ぎないんですかね、今はね。さ、そして福岡の街、いわゆる天神エリアですね、の、中心にやってきました。こちら、今ちょっと木に隠れてて見えないんですが、西鉄福岡天神駅でございます。この西鉄っていうのはですね、西日本鉄道の、略称なんですが、僕よく西鉄って呼んじゃうんですが、まあ、西鉄っていうらしいですね。の、中心ターミナル駅ですね。の、福岡天神駅だということですね。この、西鉄っていうのはですね、まあ、福岡を中心に路線を伸ばしてるんですが、JR の、沿線より、西鉄の沿線にどちらかというと中心街が集まっているという感じですね。JR はどちらかというと、長距離輸送というような感じです。さ、そして今歩いているのがですね、天神地下街ですね。こちらは、1976年に開業して約600メートルぐらいで、ショップのお店の数がですね、150店舗ぐらいも入っているという、ものすごく栄えている地下街でございます。こちらはですね、福岡市の地下鉄の天神南駅と天神駅の乗り換えの通路でもあるわけですね。この天神南駅と天神駅っていうのは、路線上つながってはいないんですが、まあ、乗り換えは適用されると。要するに運賃は普通の素通りのまま、素通りというか、まあ、その乗り継いだ運賃が適用されるというところですね。こちらが、地下街の地図なんですが、ものすごくですね、長くてショップも多いことがわかりますね。この福岡の街はですね、まあ、先ほど最初ら辺にちらっと言ったんですが、空港が近いと、ものすごく近いというところでですね、博多駅から2駅で空港に着くぐらい近いというところで、空港に近い分、街中のですね、建物の高さが制限されているらしいんですよね。そんなにめちゃくちゃ高い建物を建てることはできないというところでですね、その分、まあ、地下街、地下に、お店を作ろうというところで、まあ、こんな感じで地下街がものすごく発展したのかなというふうに思いました。こういうふうにですね、周辺の商業施設とも地下でつながってたりします。はい、では続いて天神の地上を歩いていきましょう。さて、今右に見えてるのは、西鉄のですね、福岡天神駅でございます。もう駅の改札を出たら、すぐに、商業施設の、パルコですね、があります。この、地下は、先ほど行った地下街とね、つながってるという感じですね。それで、駅を出てですね、すぐに見えてくる、こちらのですね、商店街。アーケードの商店街は、新天町商店街でございます。こちらはですね、おそらく、福岡、市内、ひいては福岡県内、一番のですね、賑わってるアーケード街かなと思うんですが、こちらの新天町商店街は、ですね、駅の方から、天神西通りに向かって伸びる西日本初のアーケード型商店街だということです。ファッションや雑貨、飲食店、そしてですね、まあ、本屋さんとか文具屋さんとか、いろんなお店が、並んでいる
通りですね。いや、僕はその九州内の、アーケード街、九州、特に西九州の都市はアーケード街が多いと思うんですが、例えば、長崎だったり、佐世保だったり、熊本だったり、また鹿児島だったりのですね、アーケード街を、歩いてきたんですが、やはりまあ福岡のアーケード街は、まあ、当たり前ですけど、まあ、人段落というか賑やかさが違うなという感じがしますね。これがもう大都会かという感じでございますね。今日はちなみに平日の月曜日なんですけど、まあこのアーケード街に限らずですね、福岡全体人が多いですね。平日なのに、大都会さを感じます。さてアーケード街を抜けてですね、あと福岡の街はやっぱ、都会っぽさがあって、こう広々として開放的な感じがしていいですね。こう土地が広いような感じがしますね。そしてこのようにですね、大都会のど真ん中にも、公園があると。こちらは下戸公園というらしいですね。隣接するですね、神社、下戸神社っていうのがあるんですけど、そちらは、黒田長政、江戸時代の福岡城の藩主ですね、により移築された神社もあるらしいですね。いや、この、まあ、都会の中のオアシスといいますかね、ビル群に囲まれた公園というのはいい感じがしますね。こちらも別の、ところなんですけど、今見えている建物はアクロス福岡という建物で、まあ、国際会議場だったりですね、シンフォニーホールとか入ってる、まあ、複合施設ですね。先ほど見えてたあのガーデン、ステップガーデン、階段状のガーデンなんですけど、そちらの屋上はですね、まあ、土日祝には開放されてるらしいです。その屋上からはですね、福岡市を見渡すことができるということですね。この一帯はですね、こちらは天神中央公園となっていてですね、まあ、その名の通り天神の、ど真ん中にあってですね、あの道路を挟んで隣にはですね、市役所もあるという、立地でございます。さて、それではですね、この道路の太さもですね、本当大都会だなと感じますが、またいくつかですね、天神のスポットを紹介していきたいと思います。こちらの、赤い建物はですね、赤レンガ文化館です。明治42年、1909年ですね、に日本生命保険株式会社の、九州支店として、建てられた建物で、あの東京駅を建てた辰野金吾も、設計に携わったということらしいですね。平成2年、1990年までは市の歴史資料館としても使用されてました。今はですね、有料の会議室とかを備えた施設ですね。さ、そちらの隣にあるのは水郷神社です。こちらはですね、菅原の道真を祀っている神社です。太宰府っていう、まあ、その古代ですね、九州の行政の中心だった場所に菅原の道真が、まあ、いわゆる左遷を、させられたと。そしてその赴任途中にこの道真が、寄った場所が、この神社らしいですね。この場所で流れる清流でですね、自らの姿を映した場所らしいです。まあ、ご覧の通りですね、隣には、定食屋さんとか並んでる横丁もあったりします。ちなみにですね、この水郷神社のですね、元の呼び名はですね、水郷天神で、天神という、地名の由来は、この神社らしいです。さ、というところでですね、まあ、少し長くなってしまいましたが、今回は福岡市の中心市街地である、まあ、博多駅から中洲を通って天神エリアまでを紹介いたしました。やはりですね、九州の首都、そしてですね、日本の第4の都市圏を持つ町だということでですね、非常にその賑やかさが、こちらの動画を見てもお分かりいただけたかと思います。さらにですね、その賑やかさだけではなく、この都心にもですね、いくつか公園があるように、自然もあると。都会も、大都会もあり、そして自然もあると。いうところでですね、福岡市の人口がね、
伸びてると、要するにまあ住みやすいというところでですね、この旅を通じてですね、その理由が分かったような気がします。ちなみにですね、なんとこの天神駅から地下鉄で2駅ぐらいですかね、歩いても10分か20分ぐらいで行ける距離に江戸時代のですね、福岡城がある場所があるんですが、そちらはですね、現在公園として整備されててですね、ものすごくこう広々とした場所があるんですよね。そちらもですね、訪れてましてですね、次回の動画はですね、そちらの様子をお届けしようと思いますので、楽しみにしていただければ幸いです。というわけで今回は福岡市の中心街を旅する動画でした。チャンネル登録とですね、コメントと、高評価いただければ嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。